狼のチャンネルへようこそ。本日はアーキテクトやっていきたいと思います。前回ね、40人の受刑者独房を独房に収容するっていうことで、これなかなかやり直してできなかったんですけど、ちょっと空いてる時間に今回も全部わからないままだと困るなと思ってやった、何回か試行錯誤したらできたので、結構これ初めてやると詰まったのかなっていう人もいるかなと思うので、解説っぽい動画になるかもしれないです。それではこの便利なチャプターをやり直すっていうのでやっていきたいと思います。前回見てるので飛ばします。それで、分かったことがあって、まずこの基礎を作るまでは合ってた。そしてあと道路、道路が屋内のみ、これかな。今これ屋外だから、ここに道路を作ってあげて、これ早くしないと暴動が出るようになってるので、早く進めたいなと思います。これで何が必要かっていうと、壁。あ、まだ基礎が建設中なんだ。夜だから。キャッシュフローがマイナスだから、結構早くしないと。受刑者が来てしまう。あ、そしてこれ斜めもいけるんだ。まだかな。朝まで長いな。あれ？基礎が建設されてない。職員の数が足りてない。あれ、基礎の建築が進んでないな。バグ的な感じ？ちょっと待ってね。バグ的なような気がする。基礎を建築してあげて、あ、そして入り口かな？全然自信満々でスタートしたけど、できてないっていう。まあよくあるよね、多分ね。皆さんもよくあるんじゃないでしょうか、その辺。はい。あ、バグだったみたいですね。はい、これで綺麗に基礎が出来上がりましたと。そして、ここからが問題。前回の宿題みたいな感じですね。まずは普通に壁を作ります。これモデル部屋みたいのないのかな。1枚ずつの壁結構大変。こう引いて、このゲームちょっと受刑者の関係があるから、いつもと違って時を停止するをちょっと他のゲームより頻繁に使っちゃうかもしれない。まあこれはやむを得ないとこですね。はい、これ時間を進めながらでも大丈夫かな。まあ、組み立てる時間があるから多分大丈夫なのではないでしょうか。そしてドバをつけていきます。みんな深夜作業すごい頑張ってくれてるけど、きっと無駄にはさせないよ。そしてコンクリートの壁、ここ足りてないところ、こんなところかな。そしてここからが多分知りたい人もいる問題のところです。これ独房を全部前、この廊下まで引いてたんだけど、それがダメみたいで、この独房においては食堂とかは全部一気に食堂にしちゃって大丈夫だけど、独房の認識だけはこうやって一個ずつ認識させないと、この廊下とかドアにはみ出ないようにするとうまく独房ができると思います。大丈夫かな。これ本当にできる予定ですね。できなかったら大変なことになりそう。これであとはベッドとかを引いてあげて、はい、これであとはトイレかな。まずトイレ、トイレの向きも少しだけこだわろうかな。あまり向きが変だと受刑者の環境に悪いと思うから。あとはベッド、狭いな。ベッドの横にトイレって嫌じゃない？すごく嫌だと思うんだけど、これ厳しい、仕方ないね、独房だからね。この狭さじゃちょっとどうしても上げれないよ、これ。仕方ない。お客様には我慢していただくしかないね、これは。はい、これで、あとは、シャワー室かな、あとここに。それでこれもドア作った方がいいんじゃないかな。あとはシャワーヘッド。そして電気と水の線をつなげてあげる。これをこう引いてあげて、こっちにも電気を引いてあげて、水道だね。トイレどこだっけ？トイレ全部壁際だ。ということは、ここを引いてあげて、ここも引いてあげて、はい。これで、はい、できました、独房。これが問題だったみたいです。これで順調に進むかなと思います。あとは、フロアリングで、この道路かな。大変そうだな。作業間に合うかな。ちょっと待って、受け入れってどうなってるのこれ。受け入れ30。ちょっと受け入れ減らしていかない？そんなにたくさん受け入れられても困るんだけど。素晴らしい。完璧な独房が。あ、水道が、これが足りてない。はい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 。いい感じに。運動場作る。運動場も必要なんだ。運動場は初めて作るんだけど。どう作るの？運動場って。え？ないけど、そういう説明。こっち？え、ないけど、運動場。え、ないよ。詰まるんだけど、ここで。え、嘘でしょ？何それ？何運動場って。え？先生、運動場の作り方がありません。何このコピーって。あ、これコピーできるんだ。これでもう一個作れってことかな。まあいいよ。え？見落としてるとかじゃないよね。運動場ないよね、どう考えても。どうやって作るのそれ。何それ。どうしたらいいのそれ。何これ。なんか研究しないとダメ？そんな感じでもない。え、何それ。運動場？住んでます。この時点で積んでる。え？共有ルーム？いや、違う。屋内だもんね、これね。運動場って言ってるもんね。何運動場って。え、ないんだけど、それ。え、どういうこと？え、ないない。ないよ。絶対にないよ、これ。運動場、わかりません。どうしたらいいんですか？これ運動場。あ、でもなんかモデルがあるって言ってたよね。あ、でもこれだけでしょ、モデルって。何運動場って。これ運動場、運動場じゃないのこれ。あ、こういう感じにしろってこと？あー、なるほど。緑にして、芝生を作ってあげてってこと？あと何が必要なのこれ。運動場っていうぐらいだから、なんか筋トレマシーンみたいなやつ。筋トレマシーン？なんだそれ。何これ、ベンチ？これ何？何なのこれ。ちょっと暴れてるけど、これどういうこと？機動隊を呼びます。そして待って、武器庫作りたい。え、運動場がわからない。え、運動っぽいのないんだけど。あ、これ？あとなんだろう、運動場に必要なものって。ベンチぐらい。どうだこれで。運動場にはならない。あれこれ運動場って書いてある。でもどうして、何それ。新たな問題発生。見逃してないよね。いや、ないよ。あ、あった。ありました。申し訳ない。いや、もうこのゲーム、難しいよ、まだ。全然。はいはいはい。はい。それでは、ちょっと博士から電話来てますが、まあ、待ってください、博士。今日は運動場と独房がきっちりできたので、電話は次回受けたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアビーゴス。またね。